この河合町で、どう感じられますか。しがらみを排除し、一から、皆さん方と,とともに商売をされている方も、住民の方も。一緒にこの河合町を、いかに。立て直すのか、根底から変えていかなければ、変えられない。森川さんは、今の調整を批判し、町長の退職金カットや。 循環バスなど全世代が暮らしやすい交通網の整備などを公約に掲げました身を切る改革をずっとしていきますと本当に骨と皮になってしまいまして町民の命を守ることはできません社会的弱者でございます子どもたちそれから高齢者それからちょうど町民皆さん方のね声をしっかり聞いてまいりたい 清原さんは4年の実績を強調町内を流れるけた川流域の内水対策事業や学校給食費の段階的無償化などを進めたいと強く訴えました河合町長選挙は今月23日に投票が行われ即日開票されますまた3つの村長選挙では無投票当選が決まりました 黒滝村長選では村の元職員上田忠三郎さんが初めての当選を果たしました上田さんは子育て支援や高齢者の介護予防健康寿命を伸ばすための取り組みのほか村の基幹産業林業の再生などを訴えました天川村長選挙では無所属の現職車谷重隆さんが4回目の当選を果たしました車谷さんは65歳 村の基幹産業である林業や観光振興教育環境の拡充などを訴えました下北山村の村長選挙では現職の南正文さん69歳が当選を果たしました南さんは人口減少が進む村の活性化のため2022年に重要物流道路に指定された国道169号の早期改良や 新たな道の駅の設置などを訴え、3回目の当選です。